のもわかるよ。殺された？じゃあじゃあじゃあ、そういうのね、殺すとかあるけど、わかるよ。金よこれ、別れてくれって言ってんのにさ。言ってんのに何？まあ、今度裁判に言うけど。金やんのに別れるって言ってんのに、うん、別れないわ。もうチンタラチンタラやりやがって。何をチンタラしてんの？本当じゃん、リズムビーに反抗するの終わりだから。いやだから向こうは何何金取るんだよ。お金の金額が合わないみたいな。違うよ、引っ張ってるわけ。うん、被害者だから。親は何も言うわけないじゃん。もう自分のが被害者だよ。もうね、結婚なんて忍耐だからね、ほんとね。だからさ、お前ももうちょっと我慢してばよかったんじゃない？我慢だよ。まあ最悪な結果ですけど、まあしょうがないよね。昭和の女の人はすごい、うん、すごいよね。だから仕事も持ってないでしょ。余計にしつこいわけよ。で自分で自立してたらそんなにしつこくない。イタリアもいらないから。今ね、今はこうこう。イタリアもいらないからもう別れてくれっていう人多いけど、職業を持ってないと大変だね。でも今日はまあいいじゃん。もうね、自分で働かないで人からたかってたかってね。みんな何の苦労もしないでね。親から愛情与えてもらわなきゃ、与えてもらって人、自分は何も人に愛情も与えないでね、うん、人からお金だけ請求して。そう、全体で何もしてる。ヒーローが来んないよね、きっと体は。一回行けたじゃん。階段から落ちたって言ってたじゃん。うん。まあ、それも罰なんだよ。もっと。もちろん親が見てるよ。そうだよ。お母さんの母親。そうだよ。お母さんのお母さんが怒ってんだよ。うん。今後。で、向こうは、生活費をそんだけくれれば離婚しなくてもいいんじゃないの？離婚っていう言葉は出さないんだよ。向こうはさ、向こうは離婚しなくても毎月毎月給料もらいたいのよ。だから自分が働いてた時そのぐらいしかもらえないんだよ、手取りで。だからもう働かないでお金もらってるわけじゃない。まあしょうがないよね。まあ、それも待ちながら頑張りましょう。まだ結婚して1年も経ってないじゃん。でも実家にいれば周りの目はあるよ。まあ、周りの目なんかどうでもいいと思うよ、そんな。みっともねえよ。実家の周りの人に結婚したって言ってたのかな。いや、もちろん。大事ですだもん。でも彼女の理想が今かなってるから結構満足してるじゃないよ。いや、みっともねえよ。気長に頑張りましょうよ。まあ人生、俺が死んじゃうよ。いや死なないって。あ、いいじゃん。もうしょうがないじゃん。そういうもうそういうもんだから。じゃあ毎月生活費払って頑張りましょう。まあ大変ですね、結婚生活っていうのはね。まあまあそんなもんですかね、結婚っていうのはね。では頑張ります。頑張りましょう。結婚大変だということです。結婚は忍耐の塊です。